僕はね、今憤りを覚えてます。 視聴者さんのインテリアを添削していましてここをこうすればうまくいきそうというねインテリアがたくさんあるのにもかかわらずしっかり対応しようと思うと少しずつしか紹介できない自分にねちょっと苛立っておるんですよねですので今回はポイントを抑えれば誰でも再現ができるインテリアのテクニックをご紹介したいのと自宅のテイストと違う人でもね応用して使えるテクニックをね満載にしてみましたしっかりねポイントをまとめた怒りのインテリア添削をさせていただこうと思います 思いますはいそれではいってみましょう。 はい先日ねツイッターでインテリアが物足りないと嘆いている方へ向けて写真を送っていただき添削するといった投稿をしてみました条件はね物足りなくて困っているっていうことと自宅の写真と目指したい理想のインテリアの写真を送っていただくことになります今回もたくさんの DM をいただきましたが特に参考になりそうな方をねいっぱいいる中から選んでいこうと思いますまずじゃあ最初にに順番に見ていきますか、えー、じゃあまずね この方から行ってみましょうか物足りないインテリア募集させてください1年前に分譲マンションを購入しました壁紙も標準仕様ですそのためシンプルな印象ですポイントで壁紙を変えたりその場合はどのようなカラーがいいのでしょうかまたダイニングテーブルの後ろに祖母から受け継いだ時代ダンスを修復しテストとして使ってますタンスの周りのインテリアが難しくアドバイスいただけたら嬉しいですということです なるほどねわかるなその気持ちよしわかりましたこの方に決定したいと思いますじゃあ早速見ていくと送っていただいた写真はこんな感じになっています続きでこんなコメントも頂きました好きなインテリアはシンプルな感じでホテルライクな雰囲気ですと。 こんな理想のイメージを送ってくれましたリビング側にマスターウォール系の低いソファーを購入予定ですおすすめなどありましたらよろしくお願いしますということですなりたいイメージが明確なのでここを目的としてどこをどうすればいいかっていうのを考えていきたいと思いますそれではね再現するにはどうすればいいかっていうところ何を見ればいいかっていうところですねまず最初に理想のイメージで使っている家具の特徴を見ていくところから始めましょう こう見ていただくと直線的でシンプルなテーブルになってますよねでそこに合わせて椅子は黒で主張が少ないものになっていますソファーも直線的なシルエットになってますねロータイプで背もたれも低めの感じですねカラーはグレーかなうんそんな感じになってますソファーに関してはマスターウォールさんのソファーで全然いいと思いますおすすめするとしたら低めの定番のねデニッシュソファーっていうのがあるんですけど、まあ、こちらだったら 和のスタイルでも洋のスタイルでも合うのでおすすめかなっていう風に思います似たようなものでもいいとは思うんですがその時に注意するのがクッション材とか生地の張りがねしっかりしているものを選ぶようにしてください下手ってしまうとこの高級感がねかなり台無しになってしまうのでここだけ注意です続いてはね使っている色と素材を見ていきましょう現状のねインテリアと配色は結構合っているのでソファーの色味だけねライトグレーで合わせれば色的には浮かない ないですし重すぎずいいと思います細かいところですが足がウッドの場合は色合わせに注意してみてください見るべきポイントはフローリングのウッドとソファーの足のウッドがねクオリティの差がある場合に気をつけるっていう感じです それとソファーを買うときに注意すべきなのがスペースになります部屋が広いと思ってもソファーを置いてしまうと窮屈になる可能性がありますので購入前にやることとしては数字上のね置ける置けないだけじゃなくて実際に置いたらどの程度存在感があるかっていうところを見てあげてください例えばね3メートルの幅があるから2メートルのソファーを置いても大丈夫かなみたいな理論上数字上ね 置かれても問題ないはずなんですけどインテリアって全て立体的なので存在感っていうのをね実際に体感した方がいいんですよね段ボールとかね何でもいいんで立体的にどのの程度圧迫されててていいいいいるるかっっうのをねやってみるといいと思いますロータイプのソファーっていうのは低いから圧迫感少ないんですが面積が広いものが多いのでそこに注意してあげてください。 それでは続いてはね現状のインテリアでいいと思った点を挙げていきたいと思いますまず一つ目はねテレビ側のアングルなんですけどテレビの隣に白いパンパスグラスこちら置いてますよね これがね結構いいいなと思いましたテレビって黒くて人工的でかなり目立ちますしインテリアになじませるのがかなり難しいというふうに思ってる方多いと思うんですが白くて天然な要素のパンパスグラスをねその隣に置いてあげてバランスが取れているっていうところがいいところかなというふうに思います。 背ががが高くててそそそここここ存在感があってねねいいところなんですよ、ね、同じ条件でもこれがねもし小さかったら同じ効果は出ないと思いますのでこれはねすごくいいと思いますいろいろなテレビ周りのデコレーションの事例を見ていてもバランスが取れてインテリアに馴染んでいるのは天然の要素をうまく組み合わせて調整しているっていうのがあると思います欲を言うとちょっとね位置が離れているので重なるぐらいに置いてあげてもいいんじゃないかなっていうふうに思います 続いてはね現状って気になった点ですね良かった点と反対に気になった点なんですがテーブルの上にね布をかけて生活感が出ているところがちょっとね、えー、気になったかなというふうに思いました物を選ぶときに印象を左右するポイントとして大きく2パターンあってで高級感っていう部分に対してカジュアル感っていうねこの2つに分けて考えると分かりやすいと思いますどちらが良い,い悪いっていうのはないんですけど目的に対して正しい方を選ぶと理想 のイメージに近づくといった感じです具体的に言うと高級感が出るものってどういうものかっていうと濃色のものとか質感が複雑だったり光沢感があるものですね例えば金属とかレザーとか天然木とか例えば布で言ってもシルクとかそういったものは高級感が出やすいというところがあります逆にカジュアルな要素カジュアル感が出やすいものっていうのは彩度が高い色とかシワのあるね布とかね プリントのアイテムなんかはね、えー、ちょっとねカジュアル感が出てしまいがちなので注意してみてください。高級感のあるシンプルでホテルライクな印象にするのであればカジュアル感が出ないものを選んでいくとイメージに近づくといった感じになります。なのでさっき言ってた安いソファーにしてソファーの上にシワが出てしまうと急に安っぽく感じてしまうのでそこが注意ということになります。 2つ目気になった点なんですが、タンス1箇所だけが極端に目立っているっていうところがあります。これの理由としてはいくつかあるんですが、まあ、ここだけ和な印象になっているっていうのが1つ目ポイントになってます。この和の印象のタンスを共存させるなら、和のスタイルの家具とか素材を使ったアイテムを少し足してあげることが大事だと思います。例えば先ほどの低めのソファーでもいいですし、和のデザインに合う照明なんかでもいいと思います。 でもう一つとしては全体的に白ベースを使った部屋になりますよね。 なので黒いいい塊ががが重量感が出てててより目立っっしままうっていうポイントがあると思いますダークなものは重心がかなり下がってしまうのでちょっと上にもねこの色を置いてあげたりね他の部分にこの色を置いてあげることでバランスをとっていくっていう感じですね例えばモノクロの写真とかアートなどをこの上に置いてあげるっていうのも一つの手かなっていうふうに思いました他にもちょっと気になったのはタンスの上がごちゃごちゃしている印象になっているところですタンスは黒いいので重たい印象になるから 白い布を置いていると思うんですねこれ結構惜しいなっていう風に思ってます感覚的にはね結構正しい感覚だと思うんですが先ほど言ったことと同じで素材で要素が多く感じてしまうんですよねタンスの上のごちゃごちゃのもう一つの原因としては置き方っていうのもあると思います今だとバック的なものがあって反対側にちょっとねアイテムがあるような感じだと思いますがこれだと間がね空いてしまっているので散漫な印象になっていると思います以前にもね 紹介したことがあるんですがこうやってね、えー、棚の上に置くものは構図を意識してレイアウトしてあげるといいと思います一番簡単なのは、えー、頂点を決めて底面を作ってあげるっていうようなイメージですこうすることによってその部分のまとまりが出てくるんですよねアイテムでやってもいいんですがアートなどね壁を使ってあげると物が増えすぎないのでおすすめだと思います詳しく説明している動画がありますのでよかったらこちら試してみてくださいすぐできますしね簡単なので おすすめだと思います続いてねちょっと気になる点として少し寂しい印象があるなっていうふうに思いました影になっているところにダークなものがね置いてあると思いますそうするとどんよりとした印象になってしまうことがありますので暗い場所は無理にものは置かないか照明を入れると効果的だと思います反対側みたいに同じように明るいものを置くっていうことでもいいかもしれません 影になってしまうところはどうしても出てくると思いますのでその場所には照明が活躍する場所っていう風に考えてあげてもいいかもしれないですねあとはねメッセージでいただいていた壁紙の色のところなんですが、まあ、無理に入れる必要はないとは思うんですがもし入れるとしたらねテレビの方向にちょっとねダークグレーのカラーのね もを入れてあげるとかかでもいいなっていうのもテレビがね結構存在感がでかいのでその存在感がちょっと和らぐっていうところもありますし周りにあるパンパスとかね、えー、より際立ってきますので、えー、雰囲気のねバランスが取りやすくなってくるかなっていう感じですね。まあ、やんないならやんないでも全然大丈夫だとは思います。 アクセントクロスってその部分が目立って視線がね集中しやすいと思いますので、まあ、その辺りはね注意しながらやっていただくといいと思いますそれではね 続いて怒りのインテリア添削事例を見つけていきたいと思います。先ほどね、えー、すぐ決まっちゃいましたんで次からね厳しい目で見てから決めたいと思います。もうオーディションですよね。じゃあ、えー、次見ていきたいと思います。はじめまして M と申します。現在学生で一人暮らしをしています。部屋は6畳ほどです。ディテールがないので殺風景の物足りない印象に感じてしまいます。部屋がより狭くなってしまうのが怖くてインテリアなどを変えずにいます。 今後小さめな勉強用のデスクを買ってモニター写真右はデスクに配置したいと考えております理想のイメージに近いものはこんな感じです自然を感じられてれ柔らかく清潔感のある空間にしたいです,いですということですよろしくお願いいたしますと。なるほどねわかるなその気持ちうん。わかりました、えー、この方に決めたいと思います はいというわけでね送ってくださいました現状のインテリアはこんな感じになりますはいこんな感じになってますそれに対して理想のイメージもね送っていただいたのがこちらですこれを再現する方法は意外と簡単だと思いますいくつか注目するポイントがあるのとどんなテイストでも再現しやすい方法にもなっていますんで詳しく説明していきたいと思います このインテリアの最大の特徴は色の統一感になってます白、ナチュラルブラウン、植物のグリーンですね基本的にその3色だけしか置かないと決めたようなインテリアになってますそれ以外は自由であんまり法則性はないような感じになってます 好きなものを好きなだけ配置しても大丈夫そうなんですよねただ色のルールだけは絶対に破らないっていうのがこのインテリアのポイントになってきますよく見ると細々としたものがたくさんデコレーションされていまして本来はごちゃごちゃして気になるのかもしれないんですがでもね色の統一感があれば要素が悪目立ちしないで済んでいるっていうところがあるんですよね一言で統一感と言ってもいろんな統一感ってあるんですよね例えば今回みたいに色を限定することで統一感 が生まれるやり方もありますし大きさとか高さとかね形状を合わせることで統一感を出す方法もあったりとか色も形も違っても使用ししている素材感感でね統一感を出すす方法なんかもあったりします他にもねバラバラだけどなんかまとまって見えるっていう場合なんかもあると思うんですがそういった場合はね年代とかテイストの統一感を出しているパターンそんなことなんかもあったりするんですよね。 その他の他ポイントも見ていいいきたいと思いますが、基本的に色だけ合わして自由なデコレーションなんですが大きめの家具のレイアウトは非常に単純なところがこのインテリアのポイントになってきます必要最低限のアイテムに生活ししやすすいい線を確保しててるっていうところですね。そんなに深く考える必要はないんですがこの事例の方の場合家具はダイニングテーブルがあってソファーベッドですかねソファーベッドっぽいのがあって。 で収納家具とテレビとねテレビボードがあるっていう感じですよねワンルーム的な生活だと思うんですが大きめの家具は至って普通で必要最低限のアイテムだけ取り入れているっていうのがこれでわかりますよね動線としてはこれも実は単純で物を持って移動できる程度のスペースを確保しているだけ おそらくよく使われるテーブルはキッチンとね近づけてベッドやソファーなど時間があってゆっくりする時に使用するものは奥に配置しているっていうような感じです。これはねすごく単純で自分の場合に考えて必要な家具とか不要な家具を精査できるとそれだけで大丈夫だと思います。 あとはね細かなポイントとしては色のルールはあるんですけど基本的にね白のアイテムに少しのナチュラルブラウンといったところですかねテーブル天板とか椅子とかね棚などは広い面ありますよね天板の面とかねそういった部分は白になっていますよねでナチュラルブラウンはほんの少しアクセント程度に入っているっていう家具がほとんどですねでデスクはこの事例で言うと IKEA のこの商品かなっていうふうに思いました横にあるチェストもほぼ同じアイテムもありました 1>, 1万円前後でね揃えられるものばかりなんですがだとしても色のルールさえ合っていれば特別目立つこともなくバランスが取れるんじゃないかなと思います。これはね言い方を変えるとね今後少しずつねアイテムをグレードアップさせても違和感なく取り入れることができるっていうことがいいところかなというふうに思いました。 植物や細かな雑貨に関しては白とナチュラルブラウンのベースを作ってからにしてみてください少しずつでいいのでルールに沿った好きなものを見つけたら都度都度取り入れてあげればオッケーだと思います最初からね小物まで全部揃えようと思っても結構難しいですし小物ならね出かけた先でね見つけることも結構あると思いますので最初はあえてね揃えすぎない方がいいかなというふうに思いますもしね小物に関して選ぶのに困ってしまったらえこの画像をね見てね どんんなものを使っているんだろうとか、大きさはどれぐらいのものを使っているんだろうとか素材はどんなものを使っているんだろうといったような感じで参考にしていただければ再現しやすいかなという感じですね。 事例はねそんなところでではね現実に戻ってみて今自宅で気になる点を添削していきたいと思いますここからがね応用できるポイントがたくさん出てくると思います、えー、最初に気になった点としては視線の集ままままりり方ににになりますすラグがとにかく一番最初に見てしまいますよね面積が大きいですし色も濃色なのでベッドと同じような面積ぐらいあるのにラグの方がね全然目立っているっていうのはありますよねこれのの問題ととしては理想のイメージとかけは 離れてしまっているっていうのもあるんですけど効果として気をつけてほしいところがあります目立つところがラグになってくるのでこう目線がね下に集中してしまうんですよねそうなるとその他のスペースが色がなくてね その対比によって物足りなさをねより感じてしまっているっていうところがあると思いますインテリアで目を引く場所のことをフォーカルポイントなんて言いますけどインテリア内にフォーカルポイントを作る場合っていうのはなぜそこを目立たせるのかっていうね明確な意図があるといいと思います例えばまず最初に奥にね視線を集めて奥行き感っていうのを演出してみたりとかお気に入りのアートを飾って部屋のね個性をねまず見せるっていうやり方だったり何かのためにあえて やるっていいうとところがフォーカルポイントのね効果的な使い方だと思います意図しないフォーカルポイントができてしまうと今回だったら視線が集まるけど他がシンプルなのでスカスカをね助長して印象を付けてしまうっていうことがあるんですよね。といったように部屋全体への影響がとても大きいのでそこだけ注意してみてください。 今の話ととつがががってていいいるるるんですすす色についてもね確認する必要があると思いますラグがネイビーでカーテンと手前のクッションがグレーちょっとした小物に赤といったねこんな感じでいろんな色が結構入っていますこの状態から何を足してもねこの理想のイメージに近づくことはないので理想イメージにね合わせに行きたいのであれば色のルールーをまず意識すすることが大事で,すで家具や、ね、ラグは面積が大きいので色を入れる場合は 自分がなりたいいいい方方向向性性をままず決めててねそのととと照らし合わせて選ぶようにするといいと思いまする思もしこのラグがね気に入っていて愛してやまない場合なんかは一旦ね今の理想イメージをとりあえず置いといてネイビーを使った理想のイメージをね新たに探してあげるっていう方が近道だと思います他にも追加でちょっと気になる点があるんですが植物の位置もねこれちょっと気になりました 意外と言及されることってあんまりないんですが植物の位置によっっててて違和感がが出てしままうっていういことがあります植物はねもともと外に生息している生き物っていうことと光合成をするので室内の明るい場所に置くことっていうのがねセオリーというかほとんどそういう場合になってるんですよねなので窓の近くに置くのが当たり前っていうことをね無意識に感じているんですよねなので 逆にね、暗い場所や窓からあえて離れている場所に置いてあげると、違和感が出てきてしまうっていうところがあるんですよね。今のご自宅だと窓側がとても明るいんだけど、植物は一番ね、この画像の手前のあたりに置いてありますよね。植物がたくさんいる中で、少し離れるぐらいだったら違和感は出ないと思うんですが、インテリア内で一つだけ置かれていて、しかも暗い方に置かれているってうなると、すごく目立ってくるっていうところがあるんですよね。で、理想のイメージをね、比較してみる 奥の吐き出し窓のようなところとあとねこれ画像の中では見えないんだけど右側が明るくなってますんでこちらも窓があると思われます植物はね部屋の雰囲気がとても良くなるね天然の要素なのでインテリアには欠かせない存在なんですがインテリアアイテムとして考えてしまうと違和感に繋がるケースもあるっていうわけなんですよね植物もね窓側の方が元気に育ちますしねこのような感じで植物と窓の距離を近づけることをセットで考えると自然な印象にね なってくるんじゃないかなっていうふうに思いますこのあたりがね気になるポイントかなっていうふうに思いましたただねこのインテリアはテクニック的にも予算的にもね比較的簡単に再現することができますので一気に変えるのではなくちょっとずつね買い足していくとか変えていくっていうのがいいと思いますこれはこれでね今のインテリアを楽しみつつラグなどね買い替えのタイミングでこの理想のイメージに近づけていくっていうのがいいかなっていうふうに思いますまあね焦らないでまあ、じっくり行きましょうということに なると思いますはい、ぜひ参考にしてみていただければと思いますまたこちら募集したいと思いますのでぜひねツイッターの方をチェックしてみてくださいはいというわけでねインテリアやライフスタイルについてまたこちらからお送りしたいと思いますはいそれではまた